はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、幕末編ですね。今回からやっていきたいと思います。時は幕末、この天地動乱の時代にも陰ながら生き続ける忍びにとある密命が下った。敵の居城へ侵入し、数々の敵やからくりを突破し、囚われの男を救出せよ。なるか百人斬り。単独だな、これ多分。仲間はいなそう。幕末編始めていきましょう。いや、かっこいい。百人斬りってことは、100人くらいと戦っていくの、普通に。でも全部は戦わなくて良さそうだよね。なるかっていう感じだから。雷がすごすぎる。囚われの男っていうところがちょっとモチベーション上がんないよね。どうでもいいよみたいな男なんか。え、魂なんだけど。これはなんとか三人衆みたいな感じか。全員異能なんだけど。異能の能力者。待ちかねたぞ。これなんていうの、持て。守備はどうじゃ。多少手こずりましたが、ようやっと捕らえることに成功しました。ついに我が手中に落ちたが、すでにからくり人形も完成しているでごじゃる。あとは皮を剥ぎ、中身を入れ替えるだけ。夜明けとともに取りかかるでごじゃる。魂の方はぜひわらわにくださいまし。近頃は生きのいい殿方を苦労ておりませぬゆえ。これでこの日の本を再び戦乱の世にすることができる。だいぶ怪しい儀式だな。皮剥がれるとか。終わってんな。親方様。一足遅かったか。かくなる上はこの私めが。焦るでない早て。盗目の主が命を落としては我が閻魔人軍はどうなる。閻魔人軍ってなんか悪者っぽい名前だな。主に行かせるくらいならば、この老いぼれが行くわ。他にはおるまい。これほどの密命こなせるものなど。いや、おりますぞ。未だ荒削りではありまするが、見込みにおいては一番のものが。ほほう、してそのものの名は。は、そやつの名はって言って名前決めんのか。おぼろ丸にございます。おお、やつか。早速呼んでまいれ。いや、やつのこと、すでに来ておることと。話が早い。さて、主に密命を申し付ける。中身はもう分かっておろうな。は、では行け。これさ、聞いといた方が良かったかな。しばし待て。なんかくれ。主に私の秘術を授けよう。いきなり秘術くれるんだ。隠れ身の術。敵に追われた時などに使うがよい。
使っている間は景色と一体となり身を隠すことができる秘術だ。今は一刻を争う、実戦で試すがよい。主なら使いこなせるだろう。秘術を一瞬で使いこなす、さすがおぼろ丸だ。頼むぞ、この日の元の行く末主にかかっているのやもしれぬ。重大すぎる、俺には荷が重いよ。だがやるしかない。この三つ目必ず解ける。時は幕末、歴史が己の行く先のあらゆる可能性を探るかのように動乱する時代。この時代にも知られざる裏舞台で歴史を築き上げてきた者たち、忍びが生き続けていた。閻魔人軍切手の忍び、行く手に待ち受けるは生か、はたまた死か。すげえな、完全に風に逆らってんのに、風に乗ってるっていうよりは逆らってるよね。三つ目、城の外か。怪しい商売人みたいなやつがいたな。これバレないの？割と目立つよね。この時代あんまり空を見上げる人たちはいないのかな。城の見取り図、見取り図を懐に忍ばせている。結構遠いな。一回見てみよう。いや、マジでこれなの、ただの。どういうあれ？隠れ蓑。はいはいはい。どうする？あの門番。これ見つかっちゃダメ？欺くか否か。動けないよね、多分このまま。あ、動けはしないか。一回チュッと見て、チュッて。何？どこだ？いや、結構ここで隠れたのはちょっと大したあれだな。ささっ、これでバレないとかいかれてるよね。アホすぎんだろこいつら。いやいやいや、無理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 、もう近づきすぎだよ。後ろ見た、チャンス。待って待って待って、これさ、どうするの？切るべきなの？全員切る？見られたからには生かしておけん。後ろからくせ者だ。経験値入るんだったらこれ倒しておきたいんだけど。ゴンスケやったろう。でもさ、めちゃくちゃ強かったりしてね。基本ステルスで戦闘になっても倒せるけど、めちゃくちゃ敵強いよみたいな。38とか弱そうだな。十文字切り、複数にはならない。あ、複数だわ。殴り、いやいや、刀持ってんだから切れや。ゲッツェ、十文字切り。どうだ、経験値入るわ。しかも最初だから半分以上手に入る。天むす、いや、倒していった方が良さそうだな。二人きり、
いやでもどうなんだこれ、でも強くなんないとちょっとボスが苦戦しそうだよね。選択を7、呪文辞儀しか使ってないけど、殴り、こいつ殴ってくることしか脳がないけど、切られたらやばいな。忍びは中でしょ、これもでも威力中だしね。あ、火の海に帰る、ちょっと待って、でも一発で倒せんだから、ちょっとこれは銃持ち切りにしよう。あ、ミスった、いやーこれは本当でも倒していかないときつそう。レベルアップ、いやだいぶ上がるようだって、水遁の術も覚えたし。4人切り、あ、まあ、100人切り達成するってことってもやっぱ倒していった方がいいのかな。まあいや、いっぱいいる。ではこの時間の合言葉を確認する。山か、今かっこいい、切られるぞお前。しまった、あ、なに、もともとあれ獣を引っ捕らえ、獣なの、この合言葉があれば敵か味方かすぐにわかる。では各々持ち場へ、金の音を聞き逃すでないぞ。とはいえさ、俺格好がもう完全に川と元2種類、鐘の鳴るたびに交互に切り替える。ああなるほどね、今川だ、あいつ切るよお前いきなり言っちゃったけど大丈夫か、合言葉の関係ない、今行くぞ受けんな、名前が受ける。これどんくらいだっけ範囲、弱点飛び、水遁、水柱、地面を水浸しにする、忍法火炎ボタン、いや待って待って弱すぎだろ、地形ダメージがちょっと半端なさすぎるから一回逃げよう。でそこを水遁の術でこれ消せる、水遁の術、どっちだこれ、地形ダメージがわからん、ちょっと近づいてくるまで一瞬待とう。十字切り、いやーこのまま忍び切りでいくか、いや当たらんわここだと、レジスかかるな、マジか、じゃあこれでいくしかない。ちょっと今行くぞはさ、あれっぽいからね、なんていうの、ちょっと偉い人、水遁、しかし頭を潰せば問題ない、うん、まあまあの経験値、一人にしては5人切り、ちょっと待って、見取り図ってさ、ここ、あ、今結構遠いなこれ、マジか、入れるな、いや広いぞこれ、しかもなんかすげえ変です、ここでパッて、これは分からないよね、しかし倒す、お主を切って縄上げるみたいなこと言ってたな、筑波一郎、やばい名前がかなり、今行くぞとは違う名前だ、適当感がない、これも自分巻き添えになっちゃうね、どうしても、当たっちゃうよね離れないと、弱点だな、忍法火炎ボタン、これでも威力自体は、うわ
ちょっともうこうやって戦うしかない。切り下ろし、切ってきたなこいつは。うおー強え、やばい。飛ぶやつがないよ。39当たるのこれ。39って当たった。43か、40くらい当たるか。許せ、もう1レベル上がらないときついな。風神の巻物6人か、ようやく。あれこれ後ろにいない、これ切れないの。こっからザシュッて、左から行くか右から行くか。右は右でなんかありそうな気はするけど、いける。後ろはもらった。後ろとか関係なさそうだし。産地、ここはもう切り合いだ。ごめん、こいつは殴ってくることしかできない。強いけどね、殴りは殴りで。怠慢なら負け。許せ。天むすはそうだね、多分回復だよね。これがあればまあまあ怠慢だったらなんとかなる。あとはなんかこれで鎖し、なんだこれ、装束っていうのか、装備はするか。お任せ装備。あ、いいね。これもともと何もこいつ体装備してなかったの。そんなに防御力が高いわけではないけど、何も装備してないより全然マシでしょう。さあ切ろう、もうどんどん切っていこう。ここはかっ、あっ、おなごに手を出すとは許せん。こいつは確実に八つ咲きにする。ゴンパチ、お前を許すわけにはいかない。てか何か変な形だよ。一撃、そしてレベルも上がる。そうか、4レベルか今で。カトン、いやーやっぱレベルを上げてった方がいいわ絶対。え、切らないよ、ちょっと待って、切らないよ。 どうする、何をです。え、正体を見せろ。見逃す。え、なんだこれ、腰元、正体を見せろ。正体を見せろ、己見破ったか。お待つ。あ、でも女性は女性なんだ。だってこう男性が化けてたとかってわけじゃなくて、悪いが任務の邪魔だ。敵対するならば容赦はしない。いるやつこれ全員敵だと思った方がいいな。じゃあこれでここからは外に出れるのか。で、あ、こっちへ進んでいけっていう感じね。これでも100人切り達成したらなんかいいのもらえたりしないのかな。立ちはだかるものは全て破壊する。真田次郎、これ全員名前ついてるのかな。カトンの術って、あ、範囲が広くなってるだけ。カトンの術、強っ。あとは地獄、あ、地獄の豪華には焼かれない。地形ダメージないのはいいな。いやこれ強えぞ。まあウィークだからな、ウィークかかんなかった時にどんだけダメージ入るかっていうのもあれだけど、まあ、コツコツと切ってこう。これ隠れてるやつとかいそうだよね、どっかに。ただ進んでいくだけ。ああ、あいつとかさ、なんか怪しくね、使った。ここでやるとどうなるの。だから誰も切らないで行こうとするとやっぱ隠れながら行くんだろうな、サブロー。いや、これもカトンで行くよ。早いもん、カトンも強いし。何、体当たり。こいつは肉弾戦だな。ちょっと防御力が弱い。しのぎ、ちょっと足りねえ。あ、ちょっと待って待って、これさ、なんか方向、あ、なんかやばい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 、これ、暴発する、ね、アイテムが欲しい。風神の巻物とかじゃなくて装備できるものが欲しいな。11人切り、こいつらも切るか。山下下後手人形、これ何て読むんだろう。
追ってか、多分そうなんだろうな。スケルフ銀次、俺はこの位置からカトンの術を唱え、お前ら二人を焼き払う。天むす13人話す。ショート見逃すだけだ。これ切るべき商人って、だってなんか売ってくれよ、欲しいんだよ。正体を見せろ。バレたか、みんな単純だな。でもめっちゃ怯えてんだけど、越前よ、金を持ってそうだ。64カトンで終わりだ。カトンの術、チリ一つの子さん。悪のソロだ。邪悪なものを手に入れたんだけど、一応見てみるか。手だったよね。防御力、素早さが下がるけど特攻が結構上がるな。いや素早さ下がるのはなった、あと今防御弱えからな。これこっち進む、いや目的地自体はこっちになってんな。ってことはこっちに進んで敵をもう少し切るか。鍵がかかっている。あ、何？無理だ。なるほどね。鍵を手に入れろと。ではこの館に入ろう。本丸。ここで。完全に突撃だな。白。基本的に人間はもう火に弱いから。そのまんま。カトンで焼き尽くす。好き。もう一レベルちょっと上がると楽そうだけど。許せ。風神の巻物、風神の巻物もどれだけの火力が出るんだろう。ちょっと数は増えてきたから。おくせ者だ、商人かな、マジで。大黒屋、なんかもうコテコテの名前だな。許せ。なし、レベル上がんない、ギリギリ上がんないわ。16、なんかくれ、なんもない。すぐ先だ。見かけん顔だな。合言葉を言ってみよう。いいもん。合言葉だ。下。え？元。やばい。時。ここでなら当たんな。弱点は？レジストはかかんないよね。殴りが弱点なんだ。持ってないよ、そんな。カトンの術、半分いったか。火炎放射、来た来たい日だが俺のが早い。残ったか。火炎放射、くやるな。だが終わりだ。なに、うん、マジか。ちょっとこれは次食らったら死ぬけど、いやこれはいく。カトンの術、あぶねえ。しかしレベル上がるはずだ、これで。オッケー。毒斬り、炎だなこいつ属性が。これ上行けんの、ちなみに。登れんな普通に。屋根裏にいっぱいいるな。ネズミもいるんだけど。やったね父上。声を立てるな。やっとの思いでここまでたどり着いたのだ。
俺は大してやっとの思いしてないけどね。しかし父上、あの千両箱さえ持ち帰れば我が渡辺家も。渡辺さんか。お家の再興だけでない、城下の民に配れば義賊としても名が売れる。じゃあ早速。待て、お前には無理だ。罠がかけられているやもしれん。ここは父に任せるのだ。てか渡辺さんのイベントって結構ろくなことになんないからな。なんだ。頑張って。うん。うん。気づいたか、藩士。えい、くせ者。ふん。今ネズミ小僧と言われる私を舐めるな。すげえ。いやいや、すごいわ。さすがは父上。はそこだ。なんかあのパターンと一緒だよね、セーブの時と。では俺がいただいていこう。これは小判、鍵、もぬけの殻、もぬけの殻。これネズミってどうなの。金のね。あ、特に何にもだな。カステイラ、あれ左にはいけないのかな。水神の旅、あ、これなんか海とかいけんのかな。防御力2、まあ今はそれでもな、重要だから。いけそうだな。なんか何、オペはしゃがんでんのに。なんであいつは立ってんだ。霜降りすず、毒斬りって何。周囲を毒に振りまく。威力中、肉弾戦でいくか。じゃあ耐性があるわけじゃないからな。45、忍び斬り53、今回攻撃力高い。今度は切り合い、切り合いも一発外すとかなりきついからな。だが俺の勝ちだ。もう次レベル上げるのはきついな、結構かかるぞこれ。でもまあまだ18人切りだからな、敵はいっぱいいる。さてこれどこまで行ける。おお、なんかめっちゃ行けんな。これ登ってどうすんの。え、マジで。あ、入れた、いいね。何、1忍者、2忍者、3忍者、4忍者、やばい、5人か。5人合わせて何人じゃ。でもこいつら5人合わせて5人稼げる。5人じゃ。ここはカトンだな。あんまり集中攻撃食らうところはちょっとまずいしな。このまま2体ずつ始末していきたい。ちょっと左上もちょっと入れたいけど、近づいてきたら行くか。一体の力は弱そうだ。このまま。あ、でも左上があれだな。ボス扱いになってんな。近づこう。じゃあ切り下ろしていくしか。50かとまずい。29か。まあいいだろう、耐えられる。
群れている分だけ一人一人の実力は大したことない、うん、カトン、カトンの術、よしこれで OK、 あとは貴様と対マンだ、火だるまにする、参る、あたい、なんか自滅しそう、闇に落ちる、こいつは強いぞ、俺は天無双空、これを能力アップするのがいいな、天無双の何追って手裏剣みたいなのって気があった、おー危ねえ、ここならば当たらない、カトンで決めよう、天むす無駄にしたけどね、まあこういうのでも使っとかないと、おーいいね、追って手裏剣がある、忍びの取り持ち、アイテム使ってないかな、やはり一人で5人に分身するのは辛い、あそういうこと、でもすげえな、5人に分身できたのか、源氏の小手、いきなりすげえの手に入れた、小判、ちょっと源氏の小手を見てみよう、忍びの小手から源氏の小手、素早さめちゃくちゃ下がるな、そもそも忍びの小手が、あ素早さなんだな、これにすると、ああ悪のそろばん特攻か、素早さまあまあちょっと上がんのか、だいぶ防御が無駄になるけどな、ちょっと悪のそろばんにしてみよう、というところで、じゃあまあ何人斬りできるかは分かんないですけれども、まあ見つけたやつはもう切っていこうと思います、経験値のために、まあそんなわけで幕末編、今回第1回目はここで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価していただければ幸いです。